はい、改めまして事業説明会について私丹下の方からご説明をさせていただければというふうに思っております。毎年のように会社の説明をさせていただいてですね、ビジネスモデルを説明しながら今後の成長戦略について、丁寧に説明させていただければと思っております。でシフトはですね、私が2005年に創業いたしまして今丸13年で、連結の従業員はですね日々増えており、8月末段階で、まあ、2271名ということで、毎年多くの方を採用してビジネスをやらせていただいています。でシフトを語らせていただく上で3つほどポイントがあるかなと思っております。で1つ目はですね、我々 の対面しているマーケットの5兆円のマーケットがありまして、日本国内でも非常に大きなマーケットかなと、顕在化している市場というよりは潜在化の市場の方が 99% 圧倒的に多くてですね、これからどんどんその市場を顕在化していくことで当然ながら、売上が伸びるという意味では、ブルーオーシャン市場の中で戦わせていただいているというふうに思っております。で2つ目がですね、なぜまあこんなに伸びているかという部分についてもですね、まあ、非エンジニアが活躍できる市場を作ったというのは非常に大きいかなというふうに思っております。でさらに最近は難易度の高い仕事をさせていただいておりますので、エンジニアの方も当然ながら多く転職するような市場を作ったというのが非常に大きいのかなというふうに思っております。で3つ目がですね、これは IT 業界、特にその開発業界に特殊なんですけども、皆さんプログラムを作るっていうのは非常にモチベーションも湧きますし、優秀な方々がどんどんこう自分たちを意思を持って働かれてる方が多い中ですね、実は仕事の4割はテストでして、そこを効率化するようなツールとか方法論、ナレッジっていうのを、我々がですね先んじて、デファクトスタンダードを作ったというのが非常に大きくてですね、我々自身が今競争優勢を持ってさせていただいているって大きな理由の一つかなというふうに思っております。で改めまして私丹下のご紹介をさせていただければというふうに思います。2000年に、新社会人として、インクスという会社に入社をいたしました。製造業で携帯電話の金型を、作っている会社でした。で有名なエピソードはですね、2ヶ月かかる金型の製作納期を2日で作ったといったようなプロセステクノロジーっていう言い方をしてたんですけども、工程短縮技術っていうのを、使ってですね、いろんな業種に、コンサルティングをしてですね、工程を短縮するというお手伝いを、私自身が やっておりましたし、でそういったノウハウを、コンサルティングから入って、業務改革をしながらアウトソーシングを持っていくですとか、培わさせていただいて、2005年に起業いたしました。2005年から、3年ほどコンサルティングファームをシフトでやらせていただいている中でですね、テストのコスト削減してほしいと、まあ、年間7億円ぐらいコスト使われてたんですけども、それどうしてもこう効率化したいということ でその時に IT の中でも大きな革命が起きるんだろうということを感じまして、コンサルティング業界からピボット仕事内容を変えまして、ソフトウェアテストに専業になっております。で我々自身はですね、どういった工程をテストしているのかといいますと、ご説明させていただきますけども、非常に重要なポイントが、出来上がったソフトウェアを単純に、不具合を見つけて、何かお客様に報告する仕事、当然ながら我々の仕事としてあります。また別にですね、その製品自体がちゃんと正しく動きますよねということも、定義付けさせていただいて確認すると、こういった部分も合わせてやらせていただいていると。お客様の上流工程に入らせていただいて、ソフトウェアが本当に、製造される中での、工程内不具合、もしくはその人の思いですとか、プログラムの中での、思い込みでの作り込みがないかとか、もしくはお客様の要求を本当にちゃんとソフトウェアに反映しているのかといったようなことも含めですね、トータルでサポートさせていただいているというのが今の、我々のビジネスになります。じゃあ我々のマーケットなんですけども、日本の IT 市場というのはだいたい15兆円あると言われております。でその中でもですね、5兆円ほどが、テストの市場じゃないかと、そもそもですね、テストをアウトソーシングするっていう文化が今まで実はありませんでした。特にその開発とテストというのは、自分が作ったものを自分でテストすると抜け漏りが当たり前ですが起きますよね、開発とテストは分業した方がいいですとかということを我々自身は啓蒙活動させていただいて、今ではテストするのはシフトだろうと、
でっていうのが浸透してきてマーケットが顕在化しつつあるのかなと感じています。なぜその我々自身に発注するのかと4つほど挙げさせていただいた理由があります。で1つはですね第三者性がね、もう2つ目がですね、まあ、今のエンジニアの方エンジニア不足ですのでエンジニアの方でやろうとするとどうしてもコストが高くなります。3つ目はエンジニアにテストをさせるとどうしてもモチベーションが下がります。で4つ目がですねエンジニアは品質のプロではないっていうのがありまして、そういった意味では品質のプロを自負させていただいているんですけども、いうことで我々自身に仕事をいただくケースが非常に多くなっております。でじゃあそんなにシフトはなぜ強いのか、コンペーターいないのかとでご説明させていただこうというふうに思っています。で大きくですねこれ我々の向かっているマーケットの中で3つほどセグメントが分けられるかなというふうに思っています。で1つはエンターテイメントということ でゲーム業界で上場企業2社ほどあります。で2つ目が、ね、組み込み系と言われるいわゆる自動車とか家電業界に多いような中に組み込まれるようなソフトウェアの、上場企業が1社で、我々はエンタープライズということで、まあ、銀行さんのシステムですとか証券さんとか ERP とか含めありとあらゆるサービス、まあ、昨今アプリも非常に流行っておりますけども、そういったマーケットでやらせていただいているのが我々で、特徴はですね我々のマーケットが非常に大きいということと、2つ目が請負でやらせていただいているというのは非常に大きいかなと思っております。仕事の範囲もですね本当に最上流から、最後の下工程まで含めですねトータルでワンストップでできるということで、我々のマーケットが非常に盛り上がっているのかなというふうに思っております。シフトなぜ強いのかと、3つのナレッジを持っています。1つはですねキャット検定、優秀なテストエンジニアを、発掘もしくは採用するために独自の検定試験をテストに向いた能力の人たち、逆に言うとエンジニアの人よりも3倍ぐらい生産性が高くてですね品質が非常にいいテストをするというのが強いです。で2つ目にですね、CAT というツールがあります。クラウド型のサービスにして誰がどのタイミングで不具合を出しているか、もしくはどういうタイミングでスケジュールが進んでいるか、何がボトルネックになって次の工程に行けないか細かく管理します。で3つ目がですねナレッジということ でこういう開発体制、こういうふうな環境面でこういうふうが起きやすいですか、そういうのが我々ナレッジとして溜まってます。先に、なんですかね、未然にそのリスクを防げることができるということで我々の優勢かなと。アクションの振り返りということで、まずはですねシフト100、先ほど大きな話で5000億目指してますっていう話をしたんですけれども、我々自身はですね1000億ですとか500億300億100億という一つのマイルストーンを区切ってですね、そのマイルストーンの中で何をしなくちゃいけないか、そのためにどういう施策が必要かということをかなり整理してやらせていただいています。シフト300、重要なのはいかに上流で仕事を取るかっていうのが重要になってますので、営業マンも多くエンジニアも多く配して当然やっていくと。オセロでいうと四隅ってよく言うんですけども、僕らで考えているオセロっていうのは4つあってですね、営業のデータベース、まあ、案件のデータベースですね、案件のデータベースがしっかりあって、人材のデータベースがしっかりあって、で当然ながらブランディングがしっかりしてて、で組織がきっちりと運営されてる。昔は人物金っていうことですけども、我々にとっては人なので、いかにいい人材を採用して、その人たちにやる気を持ってもらって、ね、会社で働いてるのかと、センターピーを抑えながらやっていかないといけないと思ってます。人材の採用ということで、特にその採用をめちゃくちゃ力入れてます。テストのみならずですね、エンジニアもプロマネ、まあ、セキュリティエンジニアも含めて、ありとあらゆるところで根を張ってですね採用していこうと。でそこを踏み込んでやらないと昨今のビジネスで、勝てないと思ってますので、そういうところを、力を入れてやらせていただいています。我々自身はエンタープライズとエンターテインメントっていう大きく2つのセグメントに分けてやらせていただいてるんですけども、特にですねマーケットが大きいエンタープライズというのは上流から仕事を取らないといけないもんですから、いかにお客様の、最初の段階に入り込めたかで、お客様がシフトをどれぐらい信用していただけるかっていうことで、案件の単価もしくは年間いただける仕事の量っていうのは気にしてます。これもどんどん上流に入れば入るほど単価が上がりますし、上流の仕事をしてるんだなというふうに思っていただければというふうに思います。で最近はですね最上流入ってますので、僕はドリームだというふうに思っておりまして、で何がこのビジネスにとって重要かっていうセンターピンは、もともとそのテストをやりたい人っていうのは世の中には生まれて持っていないんですね。で何か物事ついた時にプログラムを開発したいっていう人は世の中います。でもその中でじゃあなぜテストをしなくちゃいけないのかと、
というのが重要なんですけども、それは何かというと、一つは、名誉だと思ってます。自分たちで開発をやって、自分たちでいろんなプロジェクトをやって、いいものを作っていればお客様に喜んでもらえると。でも昨今はデスマーチといいまして、先ほど言ったようにマルチベンダー化してプロジェクトが混沌化してきて、一生懸命働いているのになぜかみんなが暗い顔してるっていうのがこの業界。一つはやっぱり要件をお客様がコロコロ変えるので、開発がデスマッチ化する。もう一つはテストです。不具合が出てしまうのでゴテゴテになってしまうっていうのが、この大きな理由2つありまして、その一つが解決できればこの IT 業界よくできるというふうに本当に思ってるんです。そういった意味では自分たちがプログラマーをやった後に本当に IT 業界に貢献するんであれば、シフトという会社で最終キャリアを迎えたいというふうに思う人たちが多いと。それに共感したメンバーが入ってます。石を積み立てる仕事なのか、教会を作ってる仕事なのかと。で、僕たちはその自分たちの子供に自慢できる仕事をしようと。安心安全に使えるのはシフトのおかげだよと。プライドのある仕事を提供するっていうのは僕は会社としての使命だと思ってます。グループ企業もですね、創業社長で遠心力が働く人たちでも、自分が一人でやるよりもシフトグループに入った方がやりやすいんじゃないかという人たちを巻き込んでやらせていただいています。シフトセキュリティもシフトアジアもエアリテックもメソドジックも、50% ほど伸びてますので、もう非常に大きな成長を成し遂げているのかと。最後、これまで先ほどの四隅の部分で社外取締役の方に3名信任いただきましたが、耳が痛いことも言っていただける方っていうのはすごい重要だなというふうに思ってます。ガバナンスというかメンターというか、会社としても、組織力を上げていかないといけないということで、そういう戦略を取らせていただいてます。で、今後の成長に向けた取り組みということで、じゃあ何を目指しているのかと、どういう会社なのかということをちょっとこう改めてご説明させていただければというふうに思います。1兆円で5000億円でも1兆円って大きな数字を言ってますけども、1兆円という会社はどういう会社かなというふうに思ったときにですね、これは当たり前ですけど社会になくてはならない会社ですね。でもしくは社会の大きな構造変化の中でこの会社が世の中を良くしているということがないとダメだなというふうに思ってます。でそういった意味でよく説明するんですけども、例えば今1万3000アプリ年間作られてます。ただご存知のように全部のアプリが会社として経営できるわけではなくてですね、実は年間100アプリしか残りません。これどういうことかというと、ラストワンマイルが実はボトルネックになって世の中に届いてないと。で僕はエンジニアを増やすっていうこともさることながら、僕らみたいな会社のラストワンマイルの会社が世の中に不整合を解消しないと世の中は豊かにならないと。限られた資源の中でテストっていう会社から始めましたけども、テストから最上流の UI UX、 もしかしたらデザイン会社も買収するかもしれないし、グッドサイクルですよね。我々自身はテストっていう仕事を創業のビジネスにしましたけども、テストをないがしにするっていう話じゃなくてですね、テストっていう軸にしていい人を集めて、そのいい人たちが新しいサービスを作って、テストっていうサービスを作って、テストのデータが蓄積されながら品質分析ができて、いい分析ができるから強力な営業マンが新しいお客様の提案できて、でこういうサービスしたらどうですかっていうことで自動化した方がいいんじゃないですかとか、脆弱性のセキュリティの不具合があるのでこれはセキュリティテストした方がいいですよとか、引きのテストした方がいいですよとか、もしくはもっと上流からプロジェクトマネージした方がいいですよとか、もっと言えばUI UX が悪いのでもっともっと AB テストした方がいいんじゃないですかとか、もっとデザイン寄りの会社にならないんですかとか、もっと言うとマーケティングをもっとこういうふうにしませんかとかいう新しい提案ができるんですね。だそういう部分を我々自身が睨みながら今やらせていただいているというのが今の会社の目指している方向性です。最後になるんですけども、今後の成長戦略を最後にお伝えしています。今世界的に見たときに専業会社で売上は実はもう世界3位ぐらいになってます。そういった部分も含めですね、いろいろこうグローバルについて今後も検討していきたいなというふうに思ってます。最後に、我々自身はですね、メイドインジャパンの品質をソフトウェアということで、製造業ではいいものが安くで、そして分業化も進んで工業化もできている。で一方 IT というのはこれからの成長産業、今も成長産業ですけど、その中で日本人というのは何が得意かと、それはやっぱりこう緻密に計算されて生産管理をするですとか、品質管理をするっていうのはこれ日本人、そのシステムを作るということですね。成熟化すると本当にラストワンマイルすごい重要になってきます。今は成長期なので生産管理品質管理が重要なんですけど、もう一歩先に行くと日本は突出できるかなというふうに思っておりまして、日本人としてリスペクトされるような世界を築いていきたいと
というふうに思っております。長いあの説明になりましたけど、私の方からのもうこれからの事業戦略についてご説明させていただきました。